はい、パルーマです。好きです。ってことで、今ビスタリゾートのスイートルームに来てるんですけど、みんなのプール入ってまだ着替えてないんですよ。つけ麺と今回ビスタリゾートのこのホテル内で誰にもバレずに日向坂46の最新アルバム読み切ろうをチャレンジしたいと思います。30分ぐらい目を盗めればいけると思うんで、まあ、あそこにある白いのです。かわいい。危ないぞ。まだプールにね入ってないんで、プールに入る着替えを待ってる体にできると思うんですよ。おたけの小動物館の顔ですね。一旦これぐらいにしておきましょう。